制御工学チャンネルの紹介です。チャンネル内には200本以上の動画があります。主なコンテンツは次の3つになります。1つは伝達関数状態方程式といった制御の基礎となるもの、もう1つは様々な制御理論の方法について、最後はプレゼンテーションの方法や論文の書き方について説明するもの、この3つです。私自身は熊本大学において制御理論の研究を行っています。チャンネル登録をよろしくお願いします。